こんにちは、こんばんは。ハルピョンこと橋本アルナです。イエーイ。チャララン。こんばんは。え、始まってないよね、まだ。音声だけですよね。あ、今始まった。どうも、雫公園を見てます見てます。ちょっと待って。あ、なんか途切れたし。最悪だ。なんで？なんで？もう途切れた。最悪。ちょっと待って。よし。これで OK。 通常画質でいいかな。高画質で見た方がいい？どっちがいいですかね。土曜日劇場当たった。イエーイ。ありがとうございます。寝起き感って言われた。全然寝起きじゃないんだけど今日一日活動してたんですけどえあれおかしいな、おかしいな。え、でも人増えんのは26からでしょ。だから今日の公演は多分まだ人少ない状態ですよね。これより増えるってことでしょ。26はやば、緊張。てててやばい、これ踊ったらさ、私のポジションバレますね。じゃあ昔の16人のポジションを踊りますあなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、雨風に打たれて。でしょ？そうだよね、踊ったらバレる。ちょっと待って、やばい、どうしよう描くださいみたいよ、ウォーイエーイ、ウォーイエーイ、汗と涙をなくし、誰よりも努力して頑張ってきた。
私わかった、歌割りを踊んなきゃいいんだでしょ、サビだけ踊ればいい自分の練習もしたいんですけど。されてるよ未来は、名前を覚えてほしい、ショック、こんばんは。エイト公演は前座はないです、多分聞いてないです。はい、あるって聞いてないです、だからないはず。出たー、くれているけど本当に咲くのかな。今日黄色率高くない？2人しかピンクいない。そう、前座も前説も、あ、前座ってそっちの話？前座はどうなんでしょうね、今後わかんない、今んとこ今日はなかった。前説ちゃんはないです、エイト公演はきっと今日はなかったのでないと思います。ドラさんの子たちがやってくれてるんですけど、エイトにドラさんはいないのでそう、あ、止まっちゃった、通常画質でとも止まるんですね。さっつんさん、パンダさん、ピンクくまさん、ありがとうございます。マックス鹿児島さん、ホイミー、ありがとうございます。花もあるって、ひーちゃんと同じ髪型になっちゃったハーフアップ、今日おろし多くない？大人メンバーが多いからかな今日。して花をバランス作るで山のまた夢叩く雨、なぜだろう、やばい、自分のカウントで踊りそうになっちゃうやばい本当にバレるバレる透けた肌が生々しくて居心地悪かった、何人もいる男友達の一人だとその瞬間まで思ってた。ひだちゃん細っ久久間さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。キーカモン、スカホルが山の上がってた、ずいぶん前から横顔を見てた気がする。マリア横顔マジ綺麗だった今顔、マリアは顔が全部綺麗なんですけど本当に初期からマリアは自分で言ってるの、私は横顔はめっちゃ綺麗って自分で言ってるんですそう、目の前の現実ともしもの幻選んでいたの。ひんやりだ、やば、テンション上がる。思い出してあのボートハウス
スコールが止むのを待った夢思い出して屋根を叩く雨なぜだろうドキドキしてる。どっちもやった今傘持ってる人の振りもやったし傘持ってない人の振りもやったもうやだあかつき仮面さんいいねありがとうございます。いいねありがとうございます。踊んなきゃいいじゃんってね。でもね体が動いちゃう。なるちゃんめっちゃスカート回ってる前にファスナーある何番だっけ私。ああ分かった覚えてる。でここでこの番号に行ってもう番号の確認をします。確認だってじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 何瞬間君の長い髪が。サプライズライバーさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。暗い暗い暗い何かが近づく感覚にわかに天気は崩れ。私は今日何人かの配信で星を投げたんですけどゆきちゃんと誰だっけなゆいりーさん昨日ゲットしたんですよ。ゆきちゃんと今心の割れから知らぬ間に横殴りの雨が僕に襲いかかる。ゆきちゃんと小田をゲットしました。うんだ3人ゲット。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。マックス鹿児島さんホイミありがとうございます。そうね白鳥かわいい。誰だろう今の。小田かな。大休が足元のプライドが揺れて全てしないそうさ俺でも止められない。あおドゥ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 ンいや懐かしいなこのカメラワーク誰だよって感じだよね。すいませんちょっと酔いそうなやつね。この辺ちょっと酔いそうになるんですよカメラワークが秀逸すぎてそうです。今雫公園を見てます。初日8
8人バージョン初日。799日ありがとうございます。私もね、あさって初日を迎えるので、いつもの道を走る自転車、ドキドキですわ。9月のそよ風、休みの間会えずにいたら君のことが気になってきたんだ、ただの友達が。君に会いたい。ツル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 。自分の頭の中で今立ち位置、この時は今立ち位置何番とか、もう頭の中それだからさ、喋れん喋れん。サイレントムーンさん、ほいハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ぶっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。キウイフルーツ食べたくなってきちゃった急に。気づかれないくらい髪を切ったんだね、僕は遠くで君を見ている Maybe Maybe そんな勇気はない。和人さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、急にキウイフルーツ食べ、なんか、あ、なんか今口の中がそういう気持ち。言い訳メイビー、ツンツンツンツツ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 どうにもできなくて、僕は苦しい、好きだ好きだ好きだ。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。今日は雫公演の初日っていうことで、雫色の服を着て配信してます。意識高め意識高め人間。綺麗、ひざちゃんのお顔。
みんなびっくりするんだろうな。みんなびっくりするんだろうな。匂わせ、匂わせとくわ。今めちゃめちゃ匂わせとくわ。朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。写真の立ち位置はそれなんですね。私はそこなんですね。 OK、 わかりました。朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。関東、しずくだって。みんなびっくりするんだろうな。リガの場合はこっち向けてるから、しずくでもなんでもないけどね。こっちだよ。これはただオペしますだから、完全に。和人さん、バラの花束ありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。26日のお題何なんだろう。早くください。スタッフさん、早くください。てか止まりました、 DMM。 あ、お題何だったのか分かんないや。止まっちゃったから、お題何か分かんなかった。あ、意気込み、きっと26も意気込みなんだろうな。ランリカズヒトさん、クマは、え、クマってさ、あれ、クマってさ、だよね、え、タワーじゃん。和人さん、クマタワーありがとうございます。せーの、クマクマ、ありがクマさん。和人さん、ありがクマさん、ありがクマタワーです。ありがとうございます。びっくり。急に。ありがとうございます。ねえ、なんで今日めっちゃ止まる、やだ。あ、分かった、こっちを開いたからか。ありがとう。びっくり。ハルキョのクマが見たくなって、嬉しい。クマありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。セリちゃんポジの人はめっちゃ早着替え。ミロさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。みんなびっくりするんだろうなって盛大に今匂わせておきますね。もう
とっても匂わせておきます。いいの？26日のお弁当も期待してます、スタッフさんスタッフさん26日のお弁当も期待してます。いいえ、馬です。盛大に匂わせます。私は1年6ヶ月、1年4ヶ月ぶりです。そう、おもろ群馬の群はでも確かにマリアなんかどっちだっけって迷うけど、迷うけどマリアのあれで思い出す、いつも。にっかー、かわいい。ネバーストップさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ハルニャンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。金髪似合うなさ、みんなびっくりするんだろうな。どうぞ、驚け驚け ごめんなさい、ちょっと笑い止めます。フルーツスノーの雪がかわいい、この曲かわいいですね はい、ということで皆さん驚いてくださいましたか？マイジャパンさん、タコありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ということで、そういうことなんですあのね、まあそうです なんとそういうことでユニット曲がもう総入れ替えです。はい
もう本当に面白かった。みんながさ、あのなんかハルピョンはキャンディーとなんかだからこのメンバーと同じだとかキャンディーだからみたいないやソーダ水なのかなとか、もうユニット違うんだよと思ってはい、あでも16人になったら多分戻るんじゃないですか、わかんない、そこはまだねわかんないですけど、そうわかん、そこはまだ私たちもわかんないけど、この8人バージョンはまあねでも超面白くて、なんかソーダ水やるのとか、ソーダ水やってほしいとか、ハルピョンは10クロ、なんか10クローネとパンか愛しさを丸めて5人と3人だから絶対8人じゃ出るじゃないですか、もうその時点で。だからハルピョンはどっちのあのダンス曲になるのとか、もう違うんよと思ってそうそういう問題じゃないよと思ってなのでこの後のユニット曲もお楽しみにちっちっちマリアマリアマリア、おもろはあ、超面白かった。だからずっと雫公演ができてなかったんです、そのなんていうんですか、その多分湯浅さんの、ツイート、雫公演に対するツイートを多分見ていただいた方は分かると思うんですけど、あの1年に1年毎年1曲みたいなのとか、雫とか雨とか涙とかが入ってる、曲を湯浅さんが今回の雫公演で選定してくださってたので、そうだからちょっと遅くなっちゃったよってあー楽しかった、この期間マジで楽しかった、みんながごめんなさいね、ド S で。はあ、楽しかったです。もう満足え、湯浅さんいるの？劇場に。わかんないけどきっといるってことですよね、湯浅さんがツイートしてる。
何やると思う？私、まあ、まだわかんないか、まだユニット曲が全部出てないのにそんなね。楽しい。はあ、もう疲れ切っちゃった。さて次の曲は何でしょう。テレ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 、かわいい。何も変わってない、何年かぶりに降りるこの階段。なんかこの衣装って帽子の部分にあのいつも名前が入るんですね。なんかさくらさんだったらさかって、あのズッキーちゃんだったらあのみずきって入ってたんですけど、聞いたんですよ。その衣装さんに今回何入るんですかって。でメンバーの中では順次説が出てたんですよ。やっぱ8って結構いろんなメンバーがさ、いろんな毎回変わるじゃないですか、メンバー出るメンバーが。そうだから、いやもう今回はもう湯浅さんの、湯浅淳二さんのプロデュースの公演なので、もう淳二って入るんじゃないかっていう噂が流れてて、で衣装さんに聞いたら、いや淳二って入れればよかったわって言ってました。うん、何も入らないって言ってた。だから本当に何も入ってない今。そうです。面白くない？順次って入れればよかったって。てかマリアがマリアでセンターやったじゃないですか。エイトのさマリア一人しかいないからさ、マリアポジの子めっちゃかわいそう。本当に少なくとも初日にマリアが出ちゃったから、次のポジションの子めっちゃかわいそう。あ、蹴っちゃった。してないから、かわいいこの衣装。の日まで絶対会わない。ひーちゃんまつげ長。あ、ハイゴレが後ろに。
てん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 。あ、七瀬ポジの子も早替えなんだ。彼女一曲で早替え。愛の雫を落とした一粒、与えられるだけで。大変そう。るように女は開く。ひなちゃんめっちゃ細い。あくびしちゃった。しさは夕立ち。誘いましょうか今夜、抱かれてもいい私、ずば濡れのまま何抜き次第で。抱かれてもいい。楽しい。今ハッシュタグしずく公園で見てるんですけどユニット変わったって人がめっちゃいる。そうなんですよ。ハルピョンどこだと思いますか？推測してください。許し合えたら。おーい、止まりました。止まらないで。止まっちゃった。止まっちゃった。止まらないで。どうしたら治る？頑張って。重いんだろうな絶対。ショールームしながらね。ショールーム的には平気？あれしてない？ループしてたりしない？ショールーム側は平気？そっちは大丈夫なんだ。まあいいか。どこにいても分かるんだ、その存在を感じてる。胸の奥が吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。トゥトゥルトゥ。白セーラーっていうのがまたいいですね。マックミックさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。
ドキドキするんだ。明日はこれくらいの時間に配信するかも。恋をすると誰でもかなり敏感になってアンテナみたいにキャッチしてしまうかな。リラこの髪型めっちゃ可愛い、めっちゃ似合う。うちもいつかしよう、雫公園が増えてきたら。やっぱ公園ってさ何でもできる髪型そう、明日はちょっとアンロケがあるので、そうなんですよね。え、2時間半あんだっけアンロケ、確か2時間だっけ。てん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 、待って、音漏れてる、平気そう。君にで引き寄せたいと願う気持ちが何が変えるのだろう。でもきっとアンロケ見ながらやってたら君は僕の風だ。なんか喋れん気するので、そう、アンロケの実況の方も他のチャンネルなのかショールームでやってるので、今回私は自粛しますあかつき仮面さん、バラありがとうございます。竹兄さん、ミラーボールありがとうございます。じゃあミラーボール、ちょ、竹兄さんのミラーボール歌うんだけど、9時の大悟さんはまだ来てないですよね。今日昨日歌えてないんですよ、だから歌わなきゃ。嫌いになるこう見えてあの頃はね無口だったんだよ。じゃじゃじゃん、ありがとうございます。ミラーボールありがとう、竹兄さんありがとう。てかこの衣装も久しぶりに着るな。パンダさん、かわいい、ありがとうございます。え、なるちゃんはめちゃめちゃなんかこの間のレッスンの時ももうすごいすごい、なんか順クレは撮りたくないですみたいな、ビデオ撮ってるんですけど毎回ユニットでやる時に、あの順クレは撮らずにちょっと最後にメンバーでちゃんと合わせてから撮りたいですみたいなそう、君は僕の風が終わってから撮りたいですみたいな言ってて、うおーと思って。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。のんたんさん、タコありがとうございます、ありがとう。なんだと思いますか、なんだと思いますか、私のユニットうん、
はあんま8出ないんだよね。 B とかめっちゃ出てるけど。B とか 4A も出てる。 A はそんな、当日の楽しみで何、私何だと思いますかって聞いてんのに誰も何も言ってくれない。誰も何にも言ってくれない。本当に。フルーツスノーと君は僕の風ってことは、ああ頑張って、誰ポジだ。ヒントはないですよ。ヒントはないです。ヒントは当日まで楽しみにしててって感じ。リアル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 。次はささみ焼き、あ、リラポジ、リラポジはもう私は全部わからないふりをします。8人分のユニットが全部頭に入ってるわけじゃないので、急にさ、リラポジは、あ、この曲とこの曲、この曲とこの曲ですよね、あ、なるちゃんポジ、あれどの曲でしたっけとかってなると、私がリラポジだって言われる可能性があるので、全部わからないふりをします。はい、自分で思い込んでいたのよ。帰らず期待したのに放っておかれたささめき、北風に吹かれ、サビなんでこっから踊りません。こっから踊ったら誰ポジかバレるんで、リラポジかセリカポジ、待って、ちゃんと考えればわかるんです。ちゃんと考えますね、でも言わないです。サプライズレバーさん、てる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 坊主ありがとうございます。ひーちゃんまつげ長っ、エクステしてないらしいですよ、これで。待って、メイク道具準備しよう。急に？ちょ、いいメイク道具使おう。しずく公園。めっちゃいいメイク道具使います。全部。気にせぬまま雪のような泣いてんだね、すいそう雪が降ってくれた方が、2345678ドゥン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 、あ、くじの大悟さん来た。じゃあ昨日のミラーボール歌いますね。うわ、全滅した。こんにゃん口だったんだよ、つつつだらしな、待って、曲流れてる時に曲歌えない、わかんない。ちょっとごめん、これが終わったら歌います。
次のユニットの曲、あのユニットじゃないや、次の MC の時に歌いますね。分かんなくなっちゃった今、頭の中。3曲分ぐらい待っててください。歌えなかった、歌おうとしたけど。テレレ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 テテレテテテテテテレテテ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 テ、輝いたゴールまでいくつの坂があるの、頑張って登ってるけど夢は遠い、あの丘はここから見えているのに、狭く険しい道まだ続くよ。全員ポジションのところ歌って誰か分かんなくしました。広がっていく、眠れない夜を終わった、今回の公演は確かちょっと見ますね、いじめないで、ドゥンドゥルドゥドゥルドゥドゥンドゥンドゥルドゥ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 ンドゥンドゥンドゥ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 あるんじゃない？うん。まあユニットとかも含めてですけど、全員センターあると思う。一曲、絶対必ず。にあるのかな、ハルピョンの原稿があるんですか、原稿、あこれ原稿ってか、あの立ち位置ポジションのあれですよ、立ち位置表、私の立ち位置表だから丸ついてるから絶対見せれない、バレるポジション4。ユニットとかなくて全員あるかな。5、6、7。あ、全員1曲はセンターあるんだ。すごっ。優しい。ユニット合わせずに、ユアサさん優しい、ユアサさんめっちゃ優しい、マジですマジです。だってこれは例えばもう終わってる曲でいきますね、つぼみたちだったら今日のメンバーだったらひーちゃんとか、スコールは今日のメンバーだったらセリちゃんとか、ビバは今日のメンバーは小田、これ間違えて違うメンバー言いそうになるかもメイビーだったらひだちゃんで、まあユニットは置いといて、ささめゆきはなるちゃんでしょ、アンチがマリアで、この曲は七瀬とか、ほらすごいね、めっちゃ優しい、
ちょっと順次さん推しです。フラーフラー。もう1時間経ったんだ。これは事故なんだ。ふふふ。起きるなんて注意してても避けられない、運命はそう大概、ここから先話し合いだね、できるなら二人でき。吉成5283ピンクだるま、ありがとう、ありがとうございます。サルとかなりゆきじゃダメ。ハルピョンのセンターだから何やってほしいですか、逆にセンターでどの曲やってほしいですか。うん、親友たちの初回は 2000% 外ればかり、恋愛に向いてないと諦めてた。結婚はしない、子供なんかいらない、一人がいい、前を向きで生きてきたのに。まあ場所で違う彼女とかじゃなくて、その8人で全員やる曲で。よくみんな歌えるわ。この後だったらうち絶対歌えない。絶対爆笑して歌えない。ささみゆきアクシデント中、言い訳メイビー、なるほど、いいのかね。もうおもろ、できない、見たけど、いやいやもう歌えないわ、弱いなもの、事故なんだ。ここから先話し合いだね、できるなら決めましょう。もちのすけさん、赤だるま、ありがとうございます。アクシデントだね、たったったった、こっち、さあこの曲が終わったので、さっきの9時の大悟さんのやつを歌おうかな。だらしない愛し方で自分を傷つけた、どうでもいいプライドのせいで。ありがとうございます、ミラーボール、くじの大悟さん、ありがとう、ありがとうございます。みんな同じこと言ってる。
みんな同じ、ファンの方もみんな同じことをね思ってる、メンバーも同じことを覚えてる、思ってるんですね。フルーツスノーの雪がめっちゃ可愛い、フルーツの。いちごバナナアーボーメロンチェリーオレンジ、考えといてください。ウケる。マリアマリアマリア、今日はすっぴんだって、ほぼ毎日すっぴん。え、今日もかっこよかったです。てててててて、てわいた。わいた人。くまくまちゃんさん、バラありがとうございます。ありがとう。純愛のクレシェンド、高みなさんになってるんですか。止まった。センターの名前でやっても、あ、確かに。エリーナエリーナエリーナ。確かに。知らなかった、それ。それ知らなかった。どこにいてもわかるんだ。なんかさ、AKB の衣装って本当なんかさ、これも制服風の衣装じゃないですか。でもなんか。言うのあれだけど、年齢どれだけいっても着れる。じゃない？確かに。買いに行ってください、今すぐ。今すぐ買いに行ってください、岩佐さん。
岩佐さん今すぐ買いに行ってください焼き鳥を。焼き鳥食べたい確かにね。マリア痩せた？群馬さん、富山さん、マリアの輪郭めっちゃ綺麗、絶対痩せた。9時の大悟さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。富山さんです、どうも。めっちゃ聞いちゃってた。こんばんは富山さん、こんばんは富山さんです。富山さんです、こんばんは。タイ行ったら大変なんだ、知らなかった。みんなみんなペーパーみんな知らなかったの待って、みんな知らなかったことにびっくりした。シーン。テレ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 。韓国って左ハンドルなんですか？大変。待って、充電ないって言われてる。ちょっと待ってね。やばい。ここにあるわすごい、わたわた持ち銃がありました。日差しが雲に遮られても空の広さは変わらないんだ、明日も願うなら光そこにある、その手伸ばせ届くまで習わずに落ちる。あ、そうなんだ。逆に日本が珍しいんだ。
知らなかった。待って、何番に行きますかこれで。走り続けるの勝利とは敗北とは何を教える。泣けるほど熱くなれる大事なもの、その片隅に影があるから、やがて差し込む希望を待てるいつかは。あ、アメリカが逆なのは知ってたけど、にアメリカが普通じゃないのかと思ってた。わかる？日本が普通だってアメリカが逆なんだと思ってた。眠、こっちだった。ゆうささんパンの差し入れして、そうなの？ひーちゃんパン好きですよ多分。今ひーた待って、タンタン今どっちでやってた。信じなよ。あ、めちゃめちゃ湯浅さん優しい。焼き鳥の差し入れはその感染症予防の観点から個包装じゃないからやめたんだって。なるほどね、そういうことか。だから、著名なパンを用意してました。待って待ってますね、26日も待ってますね湯浅さん。なるほどね、納得、それは納得だわ。さすがに普通にめちゃめちゃ確かに焼き鳥って個包装じゃないもんね。ありがとうございました。確かに、なるほどね。でも去年じゃないか、2年前、わかんない、一番最初のその雫公演の時の全員の初日に、まあ全員かはわかんないけど、ほとんど毎回の初日に来てくださってて、そう、もう本当の初日の時も、本当の初日は私多分見に行ったんだっけかな、なんかのお仕事となんかちょうどかぶって、なんか暇だからっていうか暇だから見に行ったんですよ。そうで、ちょうど仕事で東京にいたから見に行けてよかったと思ってた。岩佐さんもおられて、あーこんにちはってなって、でその次の初日が私とひなこだった？違うかな？そんな気がするんだけど、その次かその次の次の初日も私かひなこで、でその時も岩佐さん来られてて、え？毎回来てるんですか？って聞いたら、あのメンバーがその初日がある日は大体来てますって言ってらしたので、まあ今回はどうなるか分かんないけど来てください。来てください岩佐さん。湯浅さんに指針してんだけど、やば。そうなんですよね。
お腹が空いてきた、そろそろ。でもアンコールやって終わりだから大丈夫、我慢できる。8時ぐらいまでだよね。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。でもな、私が出る日土曜日だからな、岩佐さん忙しいかな、もしかしたら。いや、平日だから忙しくないっていうことはないと思うけど。サイレントストロベリームーンさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。いや、眠たいわけじゃない、お腹空いた。今一番感じることはマジでお腹が空きました。なんか始まる前にお菓子持ってこようかなって思ったんですよね、お部屋に。そうで台所に行ったんですけど、あったんですけどお菓子でも、あ待って、お菓子持ってってもぐもぐできないわと思ってやめました。そうだから結局お菓子は台所にあります、いまだに。お茶だけ取ってきた。こんばんは。すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんかペコペコ。このさ、アンコールの拍手が早くなるとさ焦るんだよね。苦情じゃないですよ、苦情じゃないけど焦っちゃう。やばい、早くしなきゃ。思ったり、誰が来てないの早くって思ったりしてますいつも。ちょっとこの曲は立ち位置見ながら鑑賞しますね、ごめんなさい。カステラ食べた、だっていいな。パンダさんハートありがとう、キュンです。サッツンさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。自分が遅れる、私はね割と早着替え早い方なのであんまない。涙流した後はさっき、待って、これ何番に言います、になれるんだ。あ、はいはいはい。今日もやがて雨雲を巻くから、うん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 、どこ今。もうこれで移動してんのか。でまた移動してますねみんな。やばい。雨に打たれた後はそう誰ももっと強くなれる。くじ
けそうな時は待つんだ、もう少しだけ。タン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 笑顔になれるんだ。でも明日ちゃんとやるよ。風の向きが変われば雨も止んで晴れ渡る、明日が来る。タタラタタタラ。めっちゃ音漏れしてない私。大丈夫そう？めちゃめちゃ音漏れしてない？めちゃめちゃこっちのイヤホンから多分めっちゃ聞こえてる。はい、せーの、言いたいことがあるんだよ。やっぱりエイトは可愛いよ。好き好き大好き、やっぱ好き。あーふふ。あーてて。このさ、立ち位置をしまう時もさ。見えないようにすんの大変。まさおな、いいよ、少しぐらいお泊まりしてても許して。これ番号変わったんだよね。ちょっと整理しますね。誰かいるっていいね、見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。そう、バンされなきゃ OK。 いやダメでしょ。近くなる、会いたいと思う。ここのところご無沙汰でし。アイドルらしからぬ声を出してしまったぜ。浮かぶ大事な人。おーん、ちょっとん、 Wi-Fi 頑張って。うん、2番に飛んだ。あの街に何を話そうかと考えながらのんびりと景色を眺め、ドキドキするのが楽しくて。1,2,3,4,5,6,7,8 タラ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 。47の素敵なあの街。よし、朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。待ってくれてる、いつの日か全部回って、日本全国の友達バーン。1回目、2回目、てっててれ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 て。お腹すいた。確かに、あと何回沖縄って聞けるんだろうね。ありがとう。
とうございます。お腹がベコベコでございます。発表はではストップさんハートありがとうございます。キュネスありがとうございます。お腹がペコペコ。何の拍手？やばい、お腹めっちゃ鳴る。いやもうやめて、鳴らないでー。雫が終わって一旦終わってご飯食べて気が向いたらまた配信します。多分気向きます。そうね、4両しかないね、車両が。待ってる日差し、渡る雲の線路、僕は時計をちらり眺めて、そっと深呼吸したんだ。君は行くなと引き止められるのか。僕口回らんね。振り切れるか。虹の列車が時刻通りに夢に向かって出発するよ。君、この上下もバレるんだよね。全部バレる、やだ。やってこい。この上も下もバレる、全部。テレテン。当たり前の今しか見えず、遥か彼方目指しながら、世界広いねって気づこう。16人の時ここ歌ってた。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。シュン、虹の列車に乗り遅れるな、次かいつかは知らされてない、やがて僕らは何かを手に入れ。ここいつも難しい。なあ、こっち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 。あ、お腹が聞かないでください。虹の列車が時刻通りに夢に向かって出発するよ。マクミックさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。やってこーてててん、パー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 、ゆーぽん、タン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 、後ろ前ダン。終わり。よし、ここまでネタバレしなかったぞ、えらい。
ヤロンさん虹ありがとう、ありがとう。あ、虹の列車だから虹ですか、そんな粋なことを。ありがとうございます。お腹すいちゃったよ。あー、よかったよかった、無事終わりました。拍手、膝で拍手してます。終わった。終わりましたということで、無事しずく公演の8人バージョンの初日が終わったんですけれども、さてここで皆さん問題でございます問題なのかな、私はどこのポジションを、誰のポジションをするでしょうか。もうでも多分みんなもさ、ユニットとかちゃんと見て、ちゃんと見てからあれしてないと分かんないからって思うから、このあと夜の配信でまた皆さんに質問するので、まあ、気が向いたらするんですけど、もしかしたら明日になるかもしれないけど気が向いたらさせていただくので、その時までにみんなちゃんと答えれるようにしておくようによろしくしー、お腹がよろしくお願いしますということで、皆さん一緒にしずく公演1時間半、あ、そんなもんなんだね。ということで一緒にしずく公演見ていただいてありがとうございました。楽しく見ることができました。ありがとうございます。またこの後もね、一緒にね、ちょっと研究だけちょっと育成したのでそれだけちょっとあの次のあれにしてからそうですね、ちょっと名前を呼ぼうと思いますこんな時までローモーバーをします。はい、いっぱい食べます。ご飯何かな、今日のご飯楽しみ、楽しみ、まあ、楽しみです何食べる、何だろうね、ご飯何だろう、わかんない。そう、まずできてるのかもわかんない、ママに聞かないと。あ、あ、もうやだ、恥ずかしい、本当に本当に恥ずかしい。さあ、それではともゆきさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。ランキングを読みます。ハルピョンも人間なんだなって思った、こんなめちゃめちゃお腹鳴らしてね、はず、めちゃはず。それではとめきさん、ハートありがとう、たくさんキュンです、ありがとう。ランキング読みます。テックテックは、まあ、気が向いたらやる時の夜配信、まあ多分やると思うよ、その時にしますね。ちょっと、あ、来たちょっと端末がつながらない、いろいろつなげすぎてつながらない。いきます。1位和人アット、実はピョンズ、ハッシュタグチームうちらんさん、ありがとうございます。熊田はもうありがとうございました。2位パンダさん、ありがとうございます。3位さっつんさん、ありがとうございます。
4位ともたんさん、ありがとうございます。5位ネバーストップアット、思春期のアドレナリン推しはいつだって最強、どういうこっちゃ、ありがとうございます。6位、違う、サプライズレバーアットチームウチラーさん、ありがとうございます。7位のんたんさん、ありがとうございます。8位、マックミックアット雨の日の直角サンシャインは継続ですか、それはちょっと運営さんに聞いてもらってはい、9位ギャローさん、ありがとうございます。10位そのしずくは未来へとつながる竹兄さんになるさん、え上あはい。11位山内さん、ありがとうございます。12位多分無音すみちゃんあと聖地の早期アップをしょ、うーそうですね、でもまず天使の尻尾が終わって2個やるじゃん、であと3つは考えてるから、うん、ちょっとまだまだかも13位レクサとピョンズさん、ありがとうございます。当日のラッキー88位はデレレレレレレンレンタンランタンあとアバター当たらんくて無音で推し編中さん、ありがとうございます。ということで本日は皆さんありがとうございました、一緒にね配信も見ていただいてありがとうございました、とてもとても楽しい初日鑑賞会となりました、イエイ、ありがとうございます。ということでそれではお腹ペコ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 リンチョなんですけど、そうですね、ご飯を食べてきたいと思います。ということで、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。いきます、はい。ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはある、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプであなたに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さん本日は本当にありがとうございました、またこの後やるかもしれないしやらないかもしれないしちょっとわからないんですけど、とりあえずあのコントが始まるがね、もうそろそろ、まだ私最終回見てないんですけど、もう今日で最終回を自分の中では迎えるので、それを見ながらご飯を食べたいと思いますはいようやくコントが始まるの最終回を見れます、はい。ということでまたご飯食べた後にやれたらやります。まあ、やれるんですけど気持ちの問題ですねそれではとりあえず通知オンにしといていただければ通知がいつでも行きますので、またね、じゃあバイバイ、後でやるかもねバイバーイ。